皆さんこんにちは、亀三昧です。今この画面に映っているのは、日本イシガメのベビー、まあ、ベビーって言ってもね、もう育ってるんですけど、ちょっとね太り気味の日本イシガメの子ガメですねを撮影していますが、今回は、亀のオスとメスの見分け方とその判別方法について説明をしていこうと思います。で、まあもうほとんどの方はご存知だと思うんですが、このオスの場合はこの尻尾をこう、ちょっと片手なんで難しいんですけど、この尻尾のここ総排泄口がこの甲羅の縁より、外側にあるとオス、内側にあるとメスみたいな、見分け方があるんですけど、まあ、これある程度ね成長しないとわからないですね。まあ、あと尻尾が太くなってくるので、成長してくるとその辺はねあんまり気にしなくて分かってくると思いますが、もうちょっと早く知りたいっていう方もいますので、そういった方向けに、ちょっとしたテクニックで、オスとメスをね、早く判別することができる場合もありますので、ちょっとね、そのやり方を紹介していきたいと思います。で、まあこの子はちょっともうね成長してきて尻尾が太くなってきてるんで、これ引っ張ると総排泄口が外側に来るので、まあ、オスって分かるんですけど、このオスと確定したい場合はやっぱりこの中のヘミペニスっていう、人間でいうチンチンですね、そのチンチンを確認しないとやっぱりオスって断定できないと思うので、今日はそのチンチンの出し方、やっぱりポッピングって言われるんですけど、そのポッピングの仕方を簡単に説明していこうと思います。ちょっと画面が暗いけど見えますかね。で、まず亀の頭を押さえます。こんな感じで頭を押さえて、今度ね手を押さえます。手を押さえて、で足をこう外側から内側にちょっと円を描くように出していきます。こうギュッと押さえていきます。そうするとまずいつもそうピントがぼやける。ほら、そうするとちょっと出てきたの分かります？ここ、この尻尾のところからちょっとね出るのが分かると思います。ピントが合わない、ちょっと一回やり直してみましょう。頭を押さえて、手を押さえて、足をキュッとやります。そうすると、ほらほらほら、出てきたの分かりますか？こんな感じです。もうちょっと大きい個体でやってみましょうか。こちらのダイヤモンドバックテラピーの子に、協力をしてもらいます。尻尾はまあ今ちょっと微妙なところ、めっちゃ動くな、微妙なところで、太さはまあちょっと太くなってきてる、あ、もうこれちょっと今膨らんでるのでもうオスだってわかるんですけど、これね、この子の、ヘミペニス、チンチンをね出していこうと思います。同じようにめっちゃ元気だ頭で、
にすると、あ、ほら出た。わかります？これね。で、こんな感じで、亀のチンチンが出てきます。で、これあんまりやるとね、チンチンが出っ放しになって、手術しないといけなくなったりするんで、一瞬だけ、今みたいなこう、短く、あんまりこう、強引すぎないようにやるのがポイントです。なんで、心配な方は、やんなくていいと思います。で、今みたいにこう、チンチンが出ると、オス確定ですね。っていう感じの、ちょっとした、ポッピングというテクニックの紹介でした。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、ポッピングの紹介をしたんですが、さっきも言いましたけど、くれぐれもね、こう無理をしないようにやってください。まあ大体、このサイズぐらいになると、わかりやすいかなっていうふうに思います。あとね、尻尾があんまり、こう、目に見えて太くならないタイプの亀とかも、こういうポッピングとかやると、オスかメスかわかるので、おすすめのやり方になりますが、あんまりやるとチンチン引っ込まなくなったりしてね、個体に負担がかかりますので、くれぐれも、長くやったりとか、強引にやったりとか、無理に出したりしないように、注意をしながらやる必要があります。この動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画は金曜土曜の8時に更新をします。その他にも不定期に更新をしますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。